日もご利用くださいましてありがとうございます。本列車は常磐線下り普通列車の仙台行きです。これから先桃内、小高、岩木太田、原の町、鹿島、一滝、相馬の順に終点の仙台まで途中駅に停まります。主な停車駅の幕府時刻をご案内いたします。原の町12時40分、相馬13時16分、渡り13時44分、岩沼13時57分、終点の仙台には14時18分の到着です。この列車は2両編成での運転です。車内は信号本と後ろの車両にございます。この列車のドアの自動では開きませんので、ご利用の際はドア横の開けるのボタンを押してお降りください。なお、この付近に男性がございます。お客さん、足元にご注意ください。車内は終日禁煙です。また携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご理解ご協力とお願いいたします。乗車ありがとうございます。次は桃内、桃内に止まります。まもなく桃内、桃内ね、その位置は左側です。
次は小高へ。
まもなく岩木太田です。この位置は左側です。次は原田町です。
まもなく原の町、原の町です。一番線到着をいたします。袖口は左側です。この列車は常磐線下り普通列車の仙台行きです。原の町19分ほど停車をいたします。12時59分の発車です。相馬、山下、岩沼方面、仙台行きをご利用のお客様はご乗車になりましてお待ちください。まもなく原の町に到着いたします。原の町1番線の到着です。出口は左側です。